はい、こんにちは。今回はこちらになります。これもね、まあ、セットものの1台なんですが、まあ、これは昔あった高速道路ネクスコセットっていうのがね、ありまして、まあ、その高速道路ネクスコセットっていう中の1台なんですね。まあ多分ある意味ネクストさんがいた時代、多分これ持ってたんじゃないかと思うんですけどね。まあ、つながりではないですけどね。まあ、ネクストセットっていうのがありましたからね。多分持ってたんじゃないかと思うんですけども。まあ、これはね、エルフの、まあ、電線なんかの、修理とか、まあ、電池を立てるときの作業とか、まあ、そういったところに使う車です。まあ、あと他には、同じエルフで、まあ、地盤を固めるっていうんですかね、まあ、そういったものに使う車と、あとはエルグランドの、初代のエルグランドの、まあ、なんていうんですかね、連絡車っていう、とか、まあ、工事中ですよっていう看板を引っ下げる、運ぶやつと、あとは、まあ、モーターグレーターね。まあ、これ通常版にもあるんですけど、まあ、それがありまして、でこれはある意味セットものでしか買えない車種っていうのが入ってるんですよ。確かに後ろに紛らしいのは通常版でも同じやつがちょっと柄が違うじゃないかっていう感じのもあるんだけど、セットものはセットものでしか、まあ、基本的にはトミカギフトっていうんですけど、まあ、その中の、ものにしか買うことができないっていうのがあって、でトミカギフトは基本的にまあ、例えば販売が1年だったら1年間販売されて、1年過ぎると、あるいは半年ぐらいですかね、過ぎるともう売らなくなっちゃうんですね。だからまあなんていうんですかね、こういうのってのはなかなか、まあ、お値段だってね、まあ、手軽なお値段といえば手軽なお値段だけども、まあ1台あたりの、トミカ1台あたりの値段と比べたら、まあだって2000円から3000円ぐらいはするますからね。でそこにほら消費税が乗ったりなんかするから、もうちょっと金額いかなと思うんだけども、まあそういうこともあってね、まあある意味こうギフトセットって買う人が限られてるっていうか、極めて少ないんですよね。でまあまあ基本的にはこういうのは買って中身を開けて遊ぶっていうのがね、基本的にスタイルで、まあもちろんそのまま飾ってもいいんでしょうけど、まあそのまま飾るのもいいんだけど、まあ飾るだけでもちょっとアニメもったいないかなというね、まあ感じなんですけども、まあその4車種が入って、4車種ですねが入ってて、でこれはこれでまた何ていうのかな、セットものでしか買えないトミカだったんで、まあなかなか良かったわけですよ。で大体こういうものって最初はさ、セットものでさ、箱で、まあ、箱って言ってもブリストみたいな箱だけど、まあ、そういうもので売ってたりするんですね。ところがまあ年月が経ってくると、中古になってくると大抵その箱ってなくなっちゃうんですね。大抵なくなって、その箱がセットもの、ギフトものの箱で残ってるっていうのはある意味珍しいぐらいで、まあ、ほとんどはこう、まあ、まあ、随分と遊ばれてるっていう感じのやつが多いわけですよ。で、そうすると、まあ、ギフトセットとしてあったものが、いつしか、その、バラバラになっちゃって、で、まあ、遊んでるうちに、どっか仕事場に行ったっきり帰ってこないみたいな、どっか買い物に行ったっきり帰ってこないみたいなね、まあ、そんな、感じのやつが多いので、でまあ、そういう中から、まあ、ある意味中古っていうか、これは確かどこで買ったか、ね、ネットで買ったかと思ったんだけど、まあ、そういうところで、とかあるいはお宝館みたいな、ああいうところで、まあ、買いましたね。ただああいうところに流れ着いてくるものって大体みんな、まあ、大体が、まあ、トミカですから、まあ、遊び倒したっていうものもあるし、もう遊んだ感じが随分あったりとかするから、もうギフトではないと、ギフトのセットっていう感じではないと、もうバラバラっていう感じですね。でもまあなかなかこれはこれで面白みがあって、
結構いいですね。これは飛びかあのそのギフトにしかないものですから、まあこういうところがちょっと折れてしまったな、ちょっと買って折れてしまったのは残念だったんですけども、まあそれ以外はこういうふうにね、楽しませてくれる、まあそういう感じのトミカでございますね。というわけで、どうもありがとうございました。